こんにちは、花屋さん。なかなかかっこいいじゃないですか、男の定義ね。男は何ぞやっていうのは誰かに決められることではなくて、自分はこう思うんだっていうことを、しっかりと表現していくことなのかなと思いますよね。私の、男の定義っていうのは様々あるんですけども、すごくね、なんていうんですかね、不得意分野で勝ちまくるってことですかね。不得意分野で、だから自分が圧倒的に有利な体制を作って、それで勝負をしていく、勝つっていうのも一つの戦い方ではあるんですよ。まず最初はそこからだと思いますけども、どっからかね、不利な方に参加していくっていう形があります。例えばね、こちらに2人、こっちに5人で喧嘩が始まるとします。そこに飛び込むときには2人の方に私は行きますね。これがね、私の挑戦なんです。いつも勝てそうな方に加担したくなるんですよね、人っていうのは。でもどちらかというと不利な方に行きたくなると。そして可能性の高い方に、多くの人はね、選択肢を求めるんですけど、私は可能性の低い方に挑戦していくって感じですかね。だから大好きなのはね、3枚切れのカンちゃんでもきちんとそのテンパイを維持していくみたいなね確率じゃないんですよ。上がり牌は1枚あればいいんですよ。だからクリーンヒットは一発あればいいんですよね。勝負のパンチは一発あればいいんですよ。切り札っていうのは一つでいいわけなんですよ。そういうふうに考えていくかなっていうところですよね。だから私が40を過ぎてインターネットの世界に入る、まさにね、このおじさん世代がいきなりパソコン買うっていうのは無謀な挑戦だと思うんですよ。少なくとも今の地位を守るか、もしくは自分のできそうなことをやっていく、これが大人の選択だと思いますよね。だからやりたいことをやるんじゃなくて、できることをやっていく、これが大人になるってことだというふうに解釈する人もいますけども、私はね、その選択にどうしてもね抗いたいんですよ。自分の人生を棒に振ってでも抗いたいんですよ。不利なことをやり続けて、不利を有利に変えていく。持続化給付金もそうですよね。定額給付金か、絶対出ないよと、予算組どこにもないよと。だからこそアクションを起こしていって、その無理やりね、予算を開けないかどうかにもう向かっていくわけですよ。だからやるのは無理って言われますよ。どこ見てそんなこと言ってんだって言われますよ。そういうコメントもきっちり書かれてますからね。全く分かってねえなと言われますよね。分かってないよ、隠居だもん。ただね、私はね、この特別定額給付金に関しましては第4次補正予算が組まれるんではないかなというふうに思ってますよ。もしくは第3次補正予算の再編成があるんじゃないかなと、ここまで思ってるわけなんですよ。だからね、新年度予算の執行が起こる前に、おそらく3月に最終予算が給付金のみの名目で発動するのか、それとも第3次補正予算がいきなり組み替えられて緊急事態宣言と掛け合わせたものが出てくるのかなと思うわけなんですよね。ただここに麻生財務大臣の邪魔が入ってるんですよ。国民に金を配るなと。要するに麻生財務大臣ってのは、ちょっと話題がずれますけども、麻生財務大臣ってのは2つの要因があるんですよ。1つはね、財務省の財政法をきっちり守ろうとしてるんですよ。財政法を守ろうと思うと、それは緊縮になってくるんですよ。お金を出さないってことになってくるんですよ。でも麻生財務大臣が国民寄りならね、その財政方法を変えてまで、予算委員会で変えてまで、国民への お金の配布をね、実施すると思うんですよ。で、麻生さんにはその気概がないんですよ。2つの理由なんですけども、2つ目の理由、麻生さんは今政界で一番年寄りなんですよ。いわゆる長老になってるんですよね。でも麻生さんが総裁になると選挙で負けるんですよ、自民党は。前回もそうでしたしね。前回も民主党に取って代わられたのは麻生さんの苦い経験なんですよ。で、今回麻生さんはむちゃくちゃ人気がないんですよね。次期総理大臣の候補はってことで、名前も名の字も上がってこないのが麻生財務大臣、副総理なんですよ。副総理なのに名前が上がってこないぐらいの人気のなさなんですよ。それは党内でも人気がない、そして国民からも人気がない、めちゃくちゃなんですよ。で、あそこの座に居座ってるのが最後のメンタリティなんですよね。で、麻生財務大臣は安倍総理と2人で、菅総理大臣とそれから二階幹事長との対立軸を持ってるんですよ。これが大きな2つの派閥なんですよ。で、二階幹事長はともかくなんですけども、菅総理っていうのはなんであんなにね、今ね、格好悪く見えるかっていうと、これ全部麻生財務大臣の邪魔と安倍総理大臣の足引っ張りなんですよ。なぜなら菅総理はずっと安倍総理の元にいてですね、ものすごく不満が溜まっていたんですよ。こんな政治じゃダメだと、嘘つきの総理大臣が国を支配してる、こいつを追い落とさないといけないと思ってたんですよね。でも官房長官としてその役割を全うしてきた。だからこそ総理に選ばれたんですよね。総理に選ばれた時に何をしたかというと、まず総理に選ばれる経緯ですけども、二階幹事長が力を貸したんですよね。二階幹事長と安倍総理は対立軸ですから、どちらかを追い落とさなければならないっていう関係なんですよね。で、菅総理がなぜね、総理に就任して早々一番最初にやった仕事は何かというとです、安倍総理の逮捕、
安倍総理の立件なんですよ。これにね、かなりに協力したんですけども、まあ悪あがきの安倍総理は、まあ、脱出したってことですね。そこから罪を逃れて説明責任を果たした、説明を尽くしたなんてことを言ってるわけですよ。まあとんでもない人ですよね、安倍総理はね。ということで、男らしくないなと思うのがね、安倍総理、そして、麻生財務大臣かなと思いますよね。私の評価でですよ、ただこれはね、人格に対して言ってるわけじゃなくて、元総理、長期政権の総理っていう安倍総理の立場と、そして、麻生財務大臣の今のお立場を絡めると私からそう見えるんですよ。だから政治家でなければ普通のね、気のいいおじちゃんなんですよ、2人ともね。さあ、そしてまとめますけども、私にとって男っていうのは不利な状況でもね、果敢に立ち向かっていく姿、まさに挑戦ですよね。そこは花井玲子さんと一致するところでございます。そういう意味でね、菅総理は今でも挑戦の男なんではないかなと思います。ものすごくね、のらりくらりしてるように見せられていますけども、菅総理はかなりの改革を進めていって、懐刀の河野行政改革大臣、この後継者をね、しっかりと育てようとしているところだなと思いますね。かっこいいなと思いますね。かっこいいけど、いろんな会社がありますから、こうね。じゃあそれをまあ置いといてですね。じゃあ次のテーマなんですけども、まあ女性に対してね、私たちは何をするべきかってことだと思うんですよ。ね、これをちょっとね、次のお題として掲げたいなと思います。私の場合はね、こう思ってるんですよ。あ、なんかどっかでも書きましたけども、まあ男の癒しはね、女性の笑顔、女の涙は男の責任ということですね。では行ってらっしゃい。